はい、お久しぶりです。ゆきみさん、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。今日、何するって言ってきたか覚えてます？これですね、これですね、これ。そうね、クラシックコレクションね。クラシックコレクションね。これどうするって聞いてる。開封ですね。あ、違うんですよ。違う、本当。はい、クラシックコレクションで、うん、シールド戦やろって。ああ、シールド戦。はいはいはい、覚えてますね。はい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 。手元に、あの、みーさんの手元に、はい、ワンボックスあるじゃないですか。ワンボックスありますね。あれ？ないけどね。あれ？ないけど。実はですね、はい、昨日入金したんですよ。うん、はい。でも、最近、あれが流行ってるじゃないですか。うん、ね。感染症のあれが。感染症のあれがね。うん。まだ届いてないんです。届いてないんですよ。あ、俺のだけ先に来ちゃった感じね。ああ、そうなんですよ。そういうことか。なんで、あの、もしよければ、はいはいはい、開封していただいて。はいはいはい、じゃあ開封していきましょう。はい、ああ、そうだったんだな。そうなんですよ。昨日のね、朝一に入れたんだけど、ちょっとね、出荷情報を見たらまだね、あ、来てないと。発送してないと。発送してない。まあね、あの、そっちの注文した方も例の感染症の都合で、はいはいはい、人員減らしてるみたいで。ああ、もうね、感染症ばっかりだね。うんうん、じゃあまあちょっと、まあこれいつもと違くてね、1泊12枚入りだからね。そう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 。ね。今回ね、半分なんだけど、うん、いつもね、これ6パック。うん、1パック6枚入りで24パックなのが、1パック12枚入りで12パックと、うん、ね、ね、うん、終わりにはちっちゃいよね。ね。だけどなんかこの柄が本当になんか小学生の頃にやったね。あ、そうだから、本当に前のやつ、前のね、9番やってたんですよね。そう、集めてたんだ。集めてたな。9番の絵柄がね、この。そう、そのまま。そうそうそう。いや、あの、アナログの少年がめちゃくちゃ欲しくてよく。ああ、もうバチバチのデジモンワールド1のゲームのやつやんけ。うん、確かに確かに。めっちゃ欲しかった。そう。でもなんか、これはね、ブースター1パックしか買わないっていう縛りしてるけど。こちゃ？そう、もう1個買っちゃってもいいかなって思ったけどね。うん、まあ結構まだ売ってるよね。うん。うん、ね。そう、買おうと思えば買える。いや、もうこれ、あの、僕が注文したじゃないですか。はいはいはい、はいはいはい、届いた時、はいはいはい、マジ何これって思って小さくてね。いや、まず箱が来て、うん、いや、俺頼んだ記憶ないなって思って、うん、開けるじゃないですか、うんうん、ワンボックスだけポンって入ってるじゃないですか、うん、俺ワンボックスだって注文したっけ。俺だな。俺のだな。俺だもんな。何、なんか、そんな俺って言って、この明細見た時の値段で、あっってやって、ね、これ俺です。あ、これが注文したやつ。そうか、俺ん家に届くようにしたんだっけ。そう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 。いやいやいや、マジでね、ハテナですよ。なんかサプライズも買ったっけと。よし、切り終わりました。はい、じゃあ、パンパが出していきましょう。パンパがね、うん、あ、おー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 、懐かしい懐かしい。あ、絵柄が本当に懐かしい。ほんと昔のやつ。うん、ね、あ、お、メタルマメモ。懐かしい、マジ。あ、ティノビーモンちゃん。はいはいはい、あ、はいはい。あ、ティノ、ウィモン。おー、ファイルドラモン。ファイルドラモン。おお。ね、お姉ちゃんのおまけのカードですね。はい、おまけのカードね。これもちょっと、ポッて欲しかったけどね。いつも通りですね。アニメの番宣じゃなくてね。はいはいはい、はい、アンドロモンね。はい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 、はい、アンドロモンね。懐かしいな。絵柄がほんと懐かしい。おほほほほ、そのまま採用してるってちょっと手抜き。もう、ね、そのデータ持ってるのがね、すごい。いや、すごい、うんうんうん、書き下ろしじゃなかったよ、ね、けど、あの、うん、けどやっぱり、あの、なんだろうね、この下の部分はやっぱり今のカードにちゃんと対応してるから。ああ、そう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 、そこはすごいな、内容はねって思うけど。そう、ほう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 。ネットとかにあの吸盤との効果の比べみたいなものが載ってて、うんうん、結構なんか似通ってるのが似通ってるはははしてるみたいで。あははは、あはは、おおおお、今回ですね、はい、
パラレルが、パラレルが何でしょう。まあ、さっき出たような気がしたんだけど、ファイルドラモンパラレルじゃなかったですか。ファイルドラモン、これメダルドラモンの話だった。あ、てかこれもしかして、うん、ちょっと触るね。いいよよ、全然。毎回パラレル1枚確定。どうなんでしょう。で、ただの SR か。もうパイルドラモン、これパイルドラモン多分パラレルじゃないですか。お、これパラレルパイルドラモンですね。おお、すごい。この効果と内容と書き方とかが、はいはいはい、9番と一緒っていう。おお、へーへーへー、そうだそうだ、へえ、すごい。まあね、青系信者としては、うん、青系信者としてはもうこれじゃないですか、このメタルガルルモン。そう、メタルガルルモンね。ははははは、めっちゃいいな。そう、めっちゃ欲しいな。ね、あとディアボロモンとかね。お、うん、お、ディアボロモン、はい、ディアボロモン出ましたね。ディアボロモンもね、なんかもう、まあ、ここまで来たらね、あのオーグレモンとか来てほしいけどね。あー、オーグレモン来るかな。もう実はね、うん、ティラノモンが欲しいんですよ、ね。あ、ティラノモンね。ティラノモンめっちゃかっこいいんですよ。はい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 、ティラノモンね。あとはアナログの少年、の少年パラレル、パラレルアナログの少年っていうか、ちょっと、あごめん、ちょっとね、うん、透明スリーブがないんで、あまあ、あの、よければほぼに使っていただいて、ね、デッキスリーブだけど。いや、きっとあれだな、あれがないね、なんつうんだろう、レベル2の。あ、今回、うん、デジタル収録してないんですよ。おー、そうなんだ、うん、だからそれもあって、ははははは、あのシルト戦どうしようかなってちょっと思ったんですよ。いや、本当にね、ちょっと借りなくちゃいけないよね。そう、使うか、なしでいくか、もうレベル3、うん、レベル3からのははラビューのでいくかで、ははは、マジで1万円から出ちゃうのワンパック目から出てきちゃうの、すごいな。いやけど高かったっす。確定で SR 入ってるってわけじゃない。そうだと思うけど、あと2個2個で終わりだけどね。いやー、てかアンドラモンのデ、アンドラモンとメガドラモンめっちゃいるけどね。お、 SR エンジュウモン。あー、すごいね、 SR エンジュウモン。猫し、猫しつぼっちゅう、猫しつぼっちゅう。ピエモンとかも見てて、またパイルドラモン出たよね、これ。こっち側バージョンの。あー、あの、パラじゃない方の。パラじゃない方の。うん。うん。うん。いや、ウォーグレモン出ねえ。いやー。これもしかして、あれですか、追加購入。追加購入じゃねえか、お、ウォーグレモン。縛りが。ウォーグレモン欲しいけどね、これ。ここまで来たら。いやー、なんか。うん、なんかなんか。さて、ここまでで、うん、どうやら、うん、レア枠の次に、うん、SR 枠があるのかな、うん、こんな感じかな、うん、12パックで何枚入ってる。12パックかける、まあ、これ、いや、レア以上、レア以上、うん、こっちレア以上入ってる、入ってるやん。レア以上は多分確定ワンパック入ってるっぽいね。あ、そう、これのパラリル、うん、あー、ティラノモンの、そう、めっちゃかっこいい。はあ、ね、オーガンもめっちゃいたけどね。勝率 60% じゃないですか。そう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 、勝率 60% 強いカードです。パッと見だったけど、なんか組み方にもややこしないよ。このこれ勝率 60% って効果がね、うん、自分のテーマがいるときこのオプションカードは色条件を無視して使用できるっていう効果で、まあもともとこれ白のカードなんですけど、このターンの間次に自分のデジモンが進化するとき、自分の手札から進化するデジモンと同じ色のデジモンカード1枚を破棄することで支払う進化コストをマイナス4するっていう。だから、あの4コス等以上の、まあ、進化コストを持ってる、いわゆるやべえやつらいるじゃないですか。はい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 、そいつらに対して、うん、2コストで進化できる。まあ手札1枚捨てるけどね。うん、
まあ、でもデジモン結構手札あまりダブるんで。確かに、うん、なるほど、はい、これでも、うん、いいじゃないですか。ただ、うん、SR は何枚出た？レアは、まあ、多分12枚出てるんじゃないかな。レア、うん、レアが多いよね。レアは多分確定ワンパック1枚なんかなって思って、うん、2、4、6、8。あ、そういうわけじゃない、もしかしてレア枠ダブルってことかな。あ、じゃあ S レアアナログの少年もで入ってたのね。あ、そう、アナログ少年のパラレルがかっこいいんですよ、うん、これおおほほほこれ、あ、マジで欲しいと思ったんですけど、どうやらレアレアで最後になるか、レア SR になるか、うん、みたいな感じなのかな。え、いや、これ言っちゃいかんけど、うん、激渋あ、でも12パック中、4枚 SR 枠、うん、ある、うん、まあ渋いねまあ結局渋いけどね、デザインにね、お金かかってるか、まあまあ、うん、まあ、うん、これやけどデジモンって、うん、渋いからさ、いつも渋いなでも、もうマジか、まあ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 、まあ、でも、うんうんうん、はぁ、まあ、いつも通りですね、うんまあ、でもデザインはね、本当にちょっとちゃんとパラレルもね、パイルドラゴン、でもパイルドラゴンのパラレル多分ね、見破りすぎよ。あ、本当かっこいいからね。あ、特徴にフリーを持つって何ちょっと初めての単語が書いてあるけど、フリー、本当だ、特徴にフリーを持つデジモンカードがあるって、この情報得てないんだよな。あ、V モンとかについてるフリーって、どういう意味だろう、フリーって。知らないな。うん、ほんと成長期フリーって書いてあるな。アイスオールめっちゃ強いよちょっとあのコントロールデッキだ、もう青が本当にコントロール寄りになってきたな。おー、ほんとだ、アタックマイナスには厄介すぎるじゃあ、まあ こっちにしまっといてください、ね、はい、わかりました。じゃあ全部しまいます。いいな、うん、いいな、はい、はい、ね、ちなみにじゃあちょっと初動、まあ、カードは値段じゃないけど、うん、初動を調べてみましょうか。はいはい、ベリアルドラ、さっきのカード、うん、今初動、うん、大体6000円です。おお、すごい、これの全然回収してない、ね、そうです、うん、4000円くらいで買ってるからね、初動6000円、うん、やっぱ高いね。高いね。でもね、買い取り高いところだと7000円までいってる、うん、おー、うん、おお、やっぱね、値段がつくんですよ。なるほどね。さて、はい、テケミさん、はい、これなんか見えませんか。はい、懐かしいいやね、困ってるんですよ、うん、ボックスが開けてないから。おー、困ってて、うん、これ、うん、シルト戦しますね。おー、はい、なるほど、するのはね、いいんだけど、デッキ組むのめっちゃ時間かかるからな。え、だから、うん、まあ、とりあえず、うん、回復だけして、うん、デッキ組んできてもらって、うん、次回、次回ね、はい、わかりました、了解です。取りに来てね、はい